国際対抗戦日本 VS 台湾。台湾の格闘技プロモーションパンチアップの主催者コバ40歳、2020年 WAKO キックボクシング優勝、2023年 K1 マスターズ参戦。181センチ90キロの巨漢がボア襲来。勝ったよ、ありがとう。日本代表働きがいサポーター仙台志郎48歳。怪我あったり、まあ、ちょっと心が沈んじゃったりして、なかなかですねモチベーションがなかったんですが、今回、台湾対日本ということで、まあ、僕ヘビー級の代表としてやらせていただくんですけども、まあ、今回ですね挑戦者っていうイメージで、ね、まあ、相手の選手をしっかりと、まあ、KO で打ち取って、まあ、これからですねまたちょっと仙台志郎伝説を作っていこうかなと、まあ、皆さん見ていてね。仙台志郎 VS コバ。それではこれより本日の第8試合、重量級1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー181センチ、 95.85kg、ランニングピックパンチアップ所属、40歳格闘技のよろずやコーバー。赤コーナー171センチ、 98.85kg、 仙台志郎ジム所属、48歳、働きがいサポーター、ライズボア6第8試合重量級の試合でございます。こちら実況私トンペ、そしてライズフォースからさくらりんさんが来てくださいました。りんさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこちらの対決も日本対台湾ということで、国際試合がライズボアでも開催されるということで、台湾からいやすごいですよ。いやしかも台湾の団体のパンチハップというところから、はい、パンチハップ、そうです、コバ選手40歳ですからね。すごい、40歳か、すごいですよね。台湾からもうこのライズボア知られてるってすごいですよね。嬉しいですね世界へ。いやそうですよ一方対戦相手は仙台志郎選手、はい、仙台から来ています。赤色のグローブが仙台選手、そして青色のグローブがコバ選手です。いや、 やっぱこのヘビー級の対決もいいですよね。重量級ですからね。入場してきた瞬間の迫力がやっぱすごかった。いやすごいですよね。体が大きいってなりましたね。さあ圧力をかけていくのは仙台選手、セコンドにはね広津選手もね今見てくれてますからね、はい、さあこちらただコバ選手はこれサウスポーなんですね。右構えで距離を取ってから、おお、完璧な見た目、ハイキック、仙台選手は効いていない。さあ左のローキック、しかもこのコバ選手の着ているのがすごいですね、なんかスーツになってますよね、はい、今ネクタイね、こんなのもあるんですね。ラスト30秒、さあラスト30秒です。仙台選手はこのね顔の表情は怖いんですけど、このハートマークをねいつもね作ってくれるんですよ。そうですよね。好きです私も結構。これは仙台志郎ポーズ。可愛い。さあ左のフック。お、これはノーダウンです。だ仙台選手はもう毎回職業変わるんですよ。今回は働きがいサポーターということで、それが本当の職業なんや。わからないです。でも言い方ではありそうですね。めちゃくちゃ。あっという間の1ラウンド目でございました。いやリンさんどうでした1ラウンド目まず。いやなんかパンチ重いんですけど手振ってくれた。パンさせていただきました。パンさせてくれ。
まだ余裕があるってことですね、うん、やっぱ重く見えるんですけど、なんかステップも速いし動きが機敏なんで、なんか重量級なのかよく分かんなくなってきて、いや、お互いそうですよね、重量級ってなんか一発一発で終わるんかなと思ったら、本当にお互い蹴りも出るしスピードもありますよね。さあ、仙台選手は3試合戦って2勝1敗、コバ選手は台湾からの参戦でボア初参戦でございます。まあ、48歳、40歳ですから、まだライズボアでは若手の対決ですからね。そうですよね、高中台は。しかも仙台選手は仙台市のジム、自分のジムなんですよね。そんないいですよね。おさあ、インパクトを残そうとしています、コア選手。ウィンキック、左のインローから、おお、仙台選手も強烈な右フック、ノーダウン。いや、この仙台選手の右フック、リンさん、当たったら誰でも倒れますよね。倒れちゃう。いやいや、リンさんには絶対しないです。リンさんにはしないですけど。おー、コマ選手、いけこれ、コマ選手ちょっと効いてるんじゃないですか、リンさん。そうですね、仙台選手の強烈、あ、ダウンだ、ダウンを取った。いや、強烈な左入りましたよ。さあ、コバ選手も笑っているが、あ、右フック、さあ、KO なるか、仙台選手の強烈の右。コバ選手も少し笑みがあれば、あ、ダウン、ゲームの角度、勝者日本、仙台市長。いや、リーさん、今日初めての KO 勝ちですよ。気持ちいいですね。いや、これぞやっぱりあれですね、フォアですね。いや、ただこれコバ選手も前に攻めてきてくれたからこそ、仙台選手の KO になりました。いや、お互いアグレッシブですよ。見ててやっぱ面白かったです、本当に。なんかヘビー級の良さが全て詰まった試合だったなと思いますね。いや、これは嬉しい。仙台選手、ね、働きがいサポーターって本当にサポーターですよね。みんなに勇気与えてくれます。はい、ちょっと怪我から復活してですね、ブランクあって結構きつかったです。あ、けど岩本市長ありがとうございます。大林さんありがとうございます。応援来てくれた森井社長ありがとうございます。そして仙台にいるみんなありがとう。俺はまだまだちっこいけど戦うぜ、笑えて最高。いや、仙台選手はあれですね、明るいですよね、いつあってもね。やっぱ笑顔になれますね、うん、なんかこれもまたいいですよね、人柄というか。はい、応援したくなるような。いや、踊る仙台ダンスみたいな。ファンサもしてくれたんでね、あつまずかないようにだけ気をつけてもらってこっちゃめな。いや、いいですね、笑顔でね。いや、素晴らしい試合でした。いや、これまた重量級見たいですね、見たいです。ということで、こちらの勝者、仙台志郎選手でした。